どうも、毎日20時、さぬきうどんの動画の方、アップロードしております。ヤクダンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で、合計123店舗目のさぬきうどんの紹介動画になります。ということで今回は、香川県高松市にある空海坊さんといったところの方へ向かっていっております。それではこの空海坊さんの基本的な店舗情報の方を説明していきますね。まず食べログ、そして Google の点数なんですが、食べログが 3.62、そして Google が 3.7 点となっております。営業時間なんですが、6時半から15時までです。6時半、早いですよね。定休日はなんと年中無休でやられております。交通手段として、車で来た場合は駐車場が45台分程度あります。で、公共機関としては高松空港から近くて 2.5 キロほど。とはいえ、徒歩ではまあ28分程度かかってはしまいますね。周辺のうどん屋さんとしては、川田うどんさんとか、信屋さんとかがあるあの辺りになります。そしてこちら、おすすめのうどんなんですけど、鶏天釜揚げです。揚げたてのめちゃくちゃ大きな鶏の天ぷらが3個も載ってます。早朝から営業している貴重なお店の一つですね。空港の近くなので、観光の1軒目とかにおすすめかもしれません。ということで、到着です。今回紹介させていただくお店はこちら。さあ、それでは早速入店していきましょう。まずはいつも通りアルコール消毒をしてから入店です。こちらは経営母体はさぬきうどん大手の石丸製麺さんです。さぬきうどんの販売では小売店頭カバー率が鮮魚メーカーではトップらしいです。そしてこちらのお店の売りの一つが今ついているこちらのお水なんですけど、ちょっと今時間がないので後で詳しく説明させていただきます。鶏天釜揚げの小をお願いします。今入ってないので13分くらいは時間かかる。13分湯だめだったら鶏天揚げる時間でいけます。どうしようかな。ちょっと待ってもいいですか。釜揚げです。はい、もう小中小で、はい、じゃあこちらの札でお会計お願いします。行きましょう。はい。どうやら鶏天ざるであれば天ぷらを揚げる時間だけで比較的早めに提供してくれるみたいだったんですけど、今回僕は鶏天の釜揚げをどうしても食べたくて、うどんが釜から揚がるまで13分ほどかかるって言われたんですけど、もうここは待機します。待ちます。はい。お会計を先に済ませてうどんが出来上がるまで席で待機します。お会計を先に済ますとお会計完了札をもらえるので、その会計完了札とあとは注文札、この2つとうどんの交換になります。さあ、それでは水の方1杯目を飲み干したのでおかわりしに行きましょう。こちらの水、なんと石丸製麺さんが製造販売する空海の泉という水です。さぬきの極上天然水らしくて血圧を下げる効果があるみたいです。専用の無菌ウォーターサーバーでなんと無料で何杯でも飲むことができます。こちらがお水ですね。見た目は普通のお水と遜色ないですかね。いただきます。うん、なんだか美味しい気がします。よく分かんなかったです、正直。店内はこんな感じになってます。すごく中が広々としていて、お昼時でもゆったり食べることができそうですよね。ちなみにこの日はお昼の2時過ぎぐらいだったと思います。テーブルの他にも座敷もあるので、家族連れとかにもとっても優しいお店です。呼ばれたらこちらの札と交換になります。代金札と注文札。それでは少し待機しましょう。
はい、お願いします。じゃあ乗せていただいたら、はい、熱いのでお気をつけてください。はい、見た目のインパクトがすごいです。釜揚げの器の上に木の板が乗っていて、その上に特大の鶏天が3個も乗っています。めちゃくちゃでかいですこれ。そしてこちら薬味コーナーなんですが、ネギそして生姜を入れます。生姜僕すごく大好きなのでちょっと多めに入れました。もし鶏天ざるを注文した場合は鶏天が横に添えられているだけなんですよね。僕はどうしてもこの器の上に板が乗っているこの形で食べたかったんです。それではいただきます。麺は少し太めでつるんと滑らかです。噛んでみると釜揚げ特有のもちもちをすっごく感じることができます。出汁はいりこを感じるあっさりめな出汁でした。生姜のパンチが効いていてとっても美味しい出汁です。うどんも天ぷらもやっぱり熱々が最高に好きですね僕は。ちなみにこちらのお店、蒸気釜っていうのを使っていて、その釜は一般的な釜よりかも追流がいいらしいんですよ。つまり麺が茹で上がる時間がちょっと短縮されるみたいです。この拳大の大きさの熱々の鶏天、外はカリッカリ、そして中から脂が出てきてとってもジューシーです。少し厚めの衣には強めの胡椒の味が効いていて、めちゃくちゃビールが欲しくなっちゃいました。正直僕の中で鶏天の常識は変わるくらい最高にこちらの鶏天美味しかったです。出汁に鶏天から出た脂と旨味が浮いてます。これがこのつゆの完成形なのかなって感じました。もし今回の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価をしていただけると本当に本当に嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あと友人のさぬきうどん好きの方とおられましたら、ぜひこちらの動画の存在のことを教えていただけると本当に本当に助かりますので、どうぞよろしくお願いします。あとですね、昨日チャンネル登録者が1万3000人を超えました。本当に皆さんのおかげです。どうもありがとうございます。これからも頑張ってうどんの動画の方を上げていきますので、ぜひ応援、コメント等よろしくお願いいたします。それでは最後の一口いただきます。こちらのお店、空港からとっても近いので観光客をターゲットにした割高なお店なのかなって思ってたんですけど、全く違ってましたね。とにかく天ぷらが美味しくて、豚天っていうのもあったのでそちらも食べてみたいと思います。それでは美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。雨上がりの赤い夕焼け綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは、ラインメイサーっていう立ち上がりの線路。